藤森武と申します。どうぞよろしくお願いいたします。平安時代の末期、和歌の名人として活躍をした西行法師、この方がまだ若くて生意気だった頃のお話を申し上げたいと思います。兵庫県の有馬温泉の近くに鼓ヶ滝という名所がございました。ある年の初め、この鼓ヶ滝へやってまいりました西行。おお、これが鼓ヶ滝か。水がポンポンポーンと打ちつけている。まさに鼓の音だ。では早速歌を読むことにするか。それにしてもこの落ちる水の勢いが何とも言えんなあ。そうだ、この水のと行くか。この水の清き流れに触れもみで、寂しからずや道を解く君。どっかで聞いたことあるな。わあ、与謝野晶子式部の歌であったかな。こりゃどうも人の影響を受けやすいなあ。西行、大きな岩にどっかと腰を下ろし、美しい滝の流れにじっと目をやっておりましたが、やがて脳天にビビ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 ビと雷のように響くものがあり、ああ、できた、できた。伝え聞く、鼓ヶ滝に来てみれば、沢辺に咲きしタンポポの花と呼んだ。いやー、ようできた。これまで多くの者がここへ来たって歌を読んだであろうが、この歌に勝る名歌はあるまい。いやー、ようできた。いやはや実に素晴らしいと自画自賛をいたし、もう有頂天そのもの。ま、人間こういうふうに舞い上がっている時が一番怖いと申します。あとは奈落へ真っ逆さです。西行、我と我が歌に惚れ込んで、鼓ヶ滝の素晴らしい景色にうっとりとしております間に、辺りがだん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 と薄暗くなってまいります。ああ、だいぶ日が暮れてきたな。先を急ごう。歩き始めましたが、慣れぬ道です。どこをどう踏み迷ったか、街道へ出られません。山の奥へ、山の奥へと進んでいく塩梅。遠くの方では、狼の遠吠え。ああ、嫌だな。あの餌食になるのはたまらん。わしにはまだ長い人生、やることがたくさんあるんだ。どこどに人家でもあれば助かるんだが。そこでひょいと谷間の方へ目をやりますと、森の陰から明かりがちらっちらっと見えます。ああ、ありがたい。その明かりを頼りにやってまいりますと、一軒のあばら屋。戸の節穴から中をのぞくと人の姿が見えます。年の頃72に手の届こうかというおじいさん、その連れ合いで同い年ぐらいのおばあさん、それに10歳ぐらいの可愛らしい孫娘と、この3人がちょうど夕食の支度をしているところでございます。お頼み申す。お頼み申す。はい、どなた様じゃな。私は歌修行の者ですが、ただいま鼓ヶ滝を見物に参り、
あまりに滝の酔いに見とれ思わず時を過ごし、道に迷ってしまいました。どうか一夜の宿を越えたいのですが。おお、それはそれはお気の毒。さあ中へどうぞどうぞ。西儀を首尾よく家の中へ入れてもらい、早速いろりの火に当たってあったまることができました。いやー、かたじけない。これで人心地つき申した。おお、よかったよかったの。だいぶ顔の色もようなられた。ところでな、我らこのような山奥で暮らしていると、里の人の話を聞くのが何よりの楽しみでしてな。で、旅のお方、先ほど歌修行のものと言われしからには、鼓ヶ滝でさぞ良い歌をお読みになったことでございましょうな。どうか一つご披露願えませんかの。うん、いかにも鼓ヶ滝で一首読んだわ。しかし失礼ではあるが、ご老人にわかるかな。いや、分かってもわからなくてもどうか一つお聞かせを。そうか、では読んで使わそう。よくお聞きなされよ。二駅鼓ヶ滝に来てみれば、沢辺に咲きしタンポポの花、どうじゃな。おお、おお、なるほど。これまで数多くの歌読みから鼓ヶ滝の歌を聞き申したの。あなた様ほどの良い歌は聞いたことがない。お見事じゃ、あっぱれじゃ、一本一じゃと言いたいところじゃが、一つだけお直しをしてもよろしいかな。何、ご老人、悪いところがあるか。一体どこが気に入らんな。あれ、まあ公爵士みたいな大きな声を出さんと、まあまあまあ聞いてくだされ。今あなた様は伝え聞く鼓ヶ滝にとお読みくださいましたが、鼓というのは音の出るものゆえ、伝え聞くというよりは音に聞く、音に聞く鼓ヶ滝とやった方が鼓の音もさえ渡るようで、歌はぐーっと大きゅうなりますな。何、伝え音に聞く鼓ヶ滝に、うん、はあ、確かにこうした方がずっと格調高くなるな。いや、恐れ入った。そこもとはよほど華道に通じたものと受けたまわるが、いやいや、わしらのようなもの歌は読めませんが、人様の作った歌の良し悪しぐらいは少しはわかりますんでな。まあそうなすったらよろしゅうございましょう。うん、いかにもご意見に従いそういたそう。おう、おう、手直しを受けてくださるか。そうかな、ばあさん、ばあさん、この方手直しを受けてくださったの。大層良い歌になりましたぞ。はい、おじい様、大層良い歌になりましたが、旅のお方、あと一つ手直しをすればますます良い歌になりましょう。ばあさんまで何か言い出した。ご老婆、この歌のどこが気に入らんな。今おじいさんが音に聞くと直したその後のところですがな、鼓ヶ滝に来てみればというのは、ほら、子供でも言えることで。何、子供でも言える。では、なんと言えば、
嫌なんでございまして、鼓という楽器はこうポンポンポンと打つもんですからな、してみればというよりは打ち見れば、鼓叩きを打ち見ればとした方がぐっと調子がようなりましょう。はあ、なるほど、はあ、参りました。仰せの通りさせていただきます。あれまあ、このババのたわごとを、まあまあまあ、こんな嬉しいことはない。お花坊、お花坊、この方手直しを受けてくださった、大層良い歌になりましたがな。はい、ババ様、大層良い歌になりましたが、旅のお方、あと一つ手直しをくれば。なんだ、孫娘、お前もか。みんなで寄ってたかって、私の歌がなくなってしまうよ。で、どこを直せば。はい、下の句の、沢辺に咲きし、タンポポの花。ここのところは、鼓の川にちなみまして、沢辺とせず、川辺となさいませ。音に聞く、鼓がたきを打ち見れば、川辺に咲きしタンポポの花とこうお読みくださいましたならば、これぞ誠の鼓ヶ滝の歌となりましょう。音に聞く鼓ヶ滝を打ち見れば、川辺に咲きしタンポポの花。私のは滝とタンポポだけだよ。しかしこの方がはるかにいい歌だ。なるほど、そうか。さすがの西行法師も思わず知らずと息をついて、さて世間には角を名誉の人もあるものかな。前の歌とは大いなる違い、これでこそ天下無二の名家と申されよう。そう思った途端に襟元へさっと吹き入った一陣の風、はっと心づいて辺りを見ると怖そのいかに。山鹿の一軒家と思いしところが、なんと鼓ヶ滝の前。松の寝方に腰打ちかけ、旅の疲れに思わずも初夢を結んだのでありましょう。これが夢の中の歌、西行夢中の歌として今日まで伝えられております。この時西行全身にびっしょりの汗、ふと振り返りますと崩れかけた小さな祠がございます。近づいてみれば住吉明神と書かれた文字。これを見た西行、ああ恥ずかしい、我いささか歌のできるところより慢心いたしておった。さてもそれをいさめんがために、住吉明神、人丸明神、玉津島明神の若三人が、かりそめにも今の三人に姿を変え現れたもおたに違いない。我これより必ず天狗慢心いたすまじ、ああありがたや片付けなし。我と我が心に言い聞かせまして、西行その後身を慎む、ますます歌の道に励みまして、生涯に2000首の歌を残し、ついには日本一の歌読みになったという。西行法師歌行家のうちより鼓ヶ滝の一席、これをもって読み終わりといたします。